はい、今週は G1 のフェブラリーステークスということで、立東からは、高橋トラックマンと籔本トラックマンに、来ていただきました。まあ、先週の雨もちょっと馬場には残っている感じなのですが、まあ、今週は、いよいよ G1 ということで各馬の状態を聞いていきたいと思います。はい、コースか販路かどちらからいきましょうか。販路の方が多いですよね、一六組としては。モーニーですか。モーニー、はい。まあ、デビュー前はね、ちょっとこう体質の弱さを抱えているようなところがあって、結局まあ5月とね、ずれ込んだという経緯があるんですけど、まあ、そのデビュー前から調教は結構動いていて、まあ、速い時も出ていたんですけど、まあ、スピードがあって、でさらにパワーもあるんでね、馬場状態問わず販路では、まあ、抜群にね速い時計が出るんですけど、まあ、今週でもねものすごい、まあ、高速ラップを刻みながら、もう尻上がりにこうラップを上げていって、ラストが11秒8、ここまで余力はあって、まあ、ゴールは追われてましたけど、あと全然余力がある状態で、まあ、この時計ですし、もう馬っぷりなんかもね、もうムキムキで、もうほんまにね、見た目にもすごくね、よく見せますし、まあ、そのデビュー時期が遅くなってっていうのもありますから、もうどんどんね、もう一層ごとにこう調子を上げていって、まだ全然こう底も見せていないですし、G1 戦になりますけれども、まあ、十分ね、まあ、元々の潜在能力も含めて、まあ、好勝負できるんじゃないでしょうか。そうですね、武蔵野ステークスの時には、まあ、3着に敗れたんですけども、その時からまた休養を挟んで、さらに、まあ、やっぱ前走の勝ちっぷりなんかを見てると、成功法でね、してるような感じはありますもんね。はい、時計通りよかったと、まだまだ状態は上積みが、まだ伸びしろがある。はい、何かいます？ローマレジェンド、ローマレジェンド僕も気になるのですが、まあね、この年齢なんでね、その若かりし頃のガツガツし、調教でもガツガツいくような感じいうのが、全くないですけど、今は。まあ、今週馬なりの合わせ馬でしたけど、ガツガツせえへんけど、結構前向きな感じでは走れていましたし、馬体なんか見ても全然こうおじいさん臭くないし、8歳とはいえまだまだどっかでやれそうな気もするんですけど、言うてもここにそのね、何もない中間で、だからまあ状態だけ見ると、まあ、平行線ぐらいなんじゃないですか。まあ、特にいいという感じもないし、まあ、悪いことも全然ないし、前回の追い切りの時も雪で本当に道中が見えないような状況、結構悪条件の中での追い切りだったので、もうはっきり描画してるのかなっていうのはあまりよく見えなかったんですよ。ただまあ今回に関して言うと、やっぱ結構ハンドがね、入念に合わせようがやって、まあ、投手をかき立てるような調整をできてるんで、そのあたりでなんとかそうそうそう、その分の上昇を見込んでっていう感じなんでしょうけど、はい、わかりました。ハンド、まあ久々のベストウォーリアーとかはどうでしょうか。まあもともと大きい馬でね、馬体をスカッと見せるっていう感じではないですけど、まあ、一応順調には乗り込めてますしね、この合わせてる先週、今週と合わせてるこの前のブレーメンっていうのも調教もあんま動く馬なんでね、まあ、それ全然問題にしてないですし、まあ動きに関してはこの馬もね、ガッと行く感じ以前あったんですけど、
まあ、その辺はやっぱりこう年を重ねるごとにこうセーブできるようになってきて、動き自体はすごくスムーズになってますしね、雰囲気としては悪くないじゃないですか。だから今週の追い切りで一絞りあったら、まあ、ほぼ体勢整うんじゃないのっていう感じの、まあ、仕上がり具合ですわ。いきなりでも力は出せそうな仕上がりということですね、うんうん、はい。じゃあそろそろコースいきますか。グレープブランデーめっちゃ怖い。おお、グレープブランデーも、ね、この間の稽古の時はまあまあまあやないう感じだったけど、うん、今回はいい、うん、だからあの3着、前走3着もまぐれやなくて、うんうん、うわ、よかったらこいつ結構競馬行ってそれに直結するんやなっていう、うん、まあまあそうですね、うん、ここ3走も見せながらないわけじゃないからね。そう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 、さら、うん、に出来が向いてるし、休み屋系のこの3回使って今回は一番ええんちゃうかな、うん、3年前のチャンピオンですが、はい、てな感じで、はい。じゃコースの方を見ていきましょ う, う、ね。まあ、コースに関してはもう調教の調教だけで言ってね、一番手というのはもうコパのリッキーで間違いないでしょう、うん。あの今週は合わせ馬で結構ね、まあ前に並走馬を置いて追走する形だったんですけども、まあ直線はね、内からほぼ曲がりでスパンと突き抜けてゴール前だけね、ピシッとこう気合をつけるような形だったんですけども、非常にも走りっぷりが楽でしたしね、うん、スピードの乗りもいいし、まあ、ちょっとね、合わせた並走馬がかわいそうなぐらいスッと置き去りにするぐらいの、ね、脚力を見せてくれましたんで、うん、ちょっとね、金走の内容があまり冴えなかったので心配はしてたんですけど、うん、今日の動きを見るとね、まだまだ脚力は衰えてないなというようなところはありますし、うん、まあ、走りに闘争心も感じられたんでね、なんとかこうディフェンディングチャンピオンの意地というのをね、見せてくれそう、くれるんじゃないかなと僕は期待してるんですけども、うん、まあここまでの調整も順調なので、あとはそうですね、まあ展開点等もいろいろね、まあ、クリアすべきところはありますが、まあ、本当にあの力のあるまで、まあ、気配自体も非常に良くなってるので、ね、そのあたりに期待したいと思います。あとですね、まあ上昇が2頭上げましょうか。まあ、アスカのロマ、うん、うん、これはね、あの時計はそんなに目立った時計ではないんですよ、うん、実際あの直線もちょっと軽く仕掛ける程度の追い切りでそれほど強くはやってないので、まあ一見気配は地味なんですけど、すごくストライドが大きく伸びていましたし、うん、あの力強さっていうのはね、すごく感じましたね。ですからあの前走の出来をうまくキープできてるんじゃないかなと僕は思ってます。それとね、今目下連勝中、4連勝ですかね、本当にこう勢いのある数三上位なんですけど、ね、はい、これはこれが今週あまり良くなかったんですよね、はい、そうですね、はい、あのただ、まあ、結構ね、もともと攻め馬はそこまでよく見せるタイプの馬ではないんですよ、うん、ですから実戦に行けばね、まあ、真面目に走ってくれるのかなとは思いますし、まあ、そのあたりに期待したいんですけども、直線安城が促しても全く反応してくれなかったので、さすがで、さすがに今までここまでの反応の悪さはなかったかな、うん、まあ競馬行くとね、またガラッと変わった走りは見せてくれるかも分かりませんが、ただまあ上積みっていう点ではね、さすがにちょっとこう疑問符がつく追い切りになっちゃったかなというところですね、うん、ここでまあちょっとでもね、今週の追い切りで闘争心が戻ってればいいんですけどね、うん、気配自体は僕は一息だったと思います。はい、ありがとうございます。ということで、てな感じで、うん、はい、まあ、関東馬はね、農家の夢あたりが、うん、今日どんな追い切りをしてるか、うん、こちらの方もそのあたりがすごく気になりますが、関東馬もちょっと視野に入れつつということで、そうですね、はい、はい、どうですか、 G1 に向けて自信のほどは、予想も一発目の G1 やから、はい、景気よく、はい、当てたいんですけどね、ここ有馬記念だけ当てといたらもう勝ちみたいな、まあ、そう最初の最後ね、スパッと決めたいところですが、最終的な決断は紙面の方でもぜひ確認していただきたいと思います。はい、はい、ということで今日は高橋トラックマンと籔本トラックマンに、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。